こんにちは、百人将の圭介です。今日はですね、飛信隊のシーンになりきって1日目のお昼なんですけど、せっかくなんでこの格好で動画いっぱい撮りたいなと思って、何食おうかなって思ってたんですけど、ちょうど前回ペヤングの極激辛無表情で食うっていうやつを撮るときに、ドン・キホーテに行ったら この極激辛売ってなかったんですよ。で、通販で買ったんですけど、もし買えなかった時のために極激辛の麻婆味と極激辛のニンニク味を買ってきてたんですよ。で、ずっと食わずに置きっぱなしになってたんで、今日はちょっとこれを食べていこうかなと思います。はい、麺が茹で上がりました。極激辛ソース、もうね、このこっちの極激辛は本当に辛いだけで全然美味しくなかったんですけど、麻婆味のやつは結構美味しいんじゃないかなと思うんですよね、予想は。うん、もう全然匂いが違いますね。はい、お世話になります。はい。あ、はい、私ですが。はい。はい。じゃあ食べていこうかなと思います。実食。やばい、つい辛いよこれ。うまくはないな、これも。こっちよりかちょこっとだけマシ。若干麻婆味がついてるかなっていう感じですね。もう一口目で涙出てる。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。もう涙見えるか。からからい見える。やば、午後仕事できるかなこれ。普通じゃできない経験なんでね、ちょっと楽しんで頑張っていこうかなと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。